ニュースマグビです。女性が入る会議は時間がかかるという発言で国内外からの批判にさらされた森喜朗氏。一般企業に勤める女性たちも森氏的な発言に辟易しているようです。森氏を見て会社の上司を思い出したと話すのは食品会社に勤める女性。会議の終わり頃になると決まって最後に女性からの意見も聞きたいなとニコニコしながら話を振る。本人は女性に気を使っている理解のある上司のつもりなのだろうけど、その発言こそが問題になっていることに全く気づいていないと怒りをあらわにしています。ニュースマグビ